今いたぞ。ふん。もうこれリスキルにいっちゃおうか。ふん。ふん。おーいい感じ。これだ、これ。もうどんどん行った方がいいね。はい、どうも皆様、こんにちは、グリードです。はい、動画の前に皆さん、ぜひね、チャンネル登録と高評価お願いします。本当にね、モチベになるので、本当にぜひよろしくお願いします。はい、今回は BO4 のね、大型プレート、新スペシャリストや追加武器やら新マップやら、本当たくさんのね、ことが来たんですけど、今回はね、新スペシャリストのスペクターについて、ちょっと、ポイントをね、置いて動画を撮ろうと思います。マルチの実況に行く前にね、軽くね、スペクターの解説をしようと思います。今回のスペクターはね、スペシャリストモードだと、刀を使用した三人称視点モードになって、近距離でね、R1 を押すだけで一瞬で一撃で倒せるっていうスペシャリストになってます。装備品は、スモークグレネードが使えますね。で、この三人称の刀モードは確かね、約45秒ぐらい使えるらしく、まあ、かなり長いですね。で、敵に、ね、ある程度近づくと自動的にねロックオンして、もう R1 を押すだけで自動的に追尾して敵をね一撃でキルできます。刀のロック距離は約7メートルぐらいですかね、体感、まあ、かなり長いですよね。 BO4 はキルタイムがかなり長い方の作品になるので、まあ、スペクターのこの一撃キルはかなり強力、まあ、スペクターに近距離狙われたら正直もうね対処できないと思います。刀によるロックオンは画面のねど真ん中じゃなくても、ロックオンしてくれるので、結構ね大雑把に、狙ってもう R1 を連打するだけでもね連続キルができたりします。そしてなかなか強いのがスモークグレネードですね。今作はスモークグレネードがなかったんですけど、スペクターの装備品として復活しました。スモークの中にいる敵はスペクター本人からだと、透視、透けて見えるのでかなりこれが強力になってます。プラスエイムアシストもねついてますね。しかし、スモークの中でない敵、スモークの向こう側に敵が行ってしまったら、透けることはないので、そこはね、ちょっと注意が必要ですね。スペクターのスタンダードの戦い方はおそらく、まあ、スモークを焚いて、で、スペシャリストの刀モードになり、R1 連打をするという、まあ、立ち回りが、一番ね、スタンダードになるのではないかなと思うんですけど、スペクターを使う上での注意点、意外とこのキャラね、難しいです。体力が上がってるわけではないので、ほんとね、中距離からすぐ溶かされてしまうので、ちゃんとね立ち回り気をつけないと、ただ敵に向かってね突進するだけではほんとすぐ死んでしまうので、その辺ねちょっと立ち回り気をつけながらやらないといけないと思います。はい、というわけでスペクターを使って、やっていきたいと思います。BO1 のマップの WMD かな、 WMD。 いやー久しぶりですね。 BO1 の頃はここでよくサーチをやってたんだけど、おっと、ケツから来てるな。残念。やり逃した君が悪い。さあ、B 旗は、とりあえず真ん中なんですけど、よし、ナイス B だね。その辺から出てくると思うんだけどな。でね、このスペクターね、スペシャリスト使用中、まあ、三人称視点になって、まあ、スーパーパワーを得たかのような気持ちになっちゃうんだけどね、意外とねすぐ死んじゃうんで、体力が上がってるわけじゃないからね、ほんとすぐ死んじゃうから、ちょっとその辺結構慎重に立ち回んないと意外と難しいんですよね。よし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 、これスモークも投げてみようか。あ、フラグ投げてくるね。あれはでスモークはねどんどん使った方がいい気がする。映ってますよ。逃げちゃったね。映ってますよ。下は味方がやってくれたっぽいね。いや、マジか。ソードフィッシュ。ソードフィッシュ弱体化入ってないですよね。やっぱり海外だと使ってる人いないのかな。やっぱ使用者が多いとね、絶対弱体化とかされるはずなんですけど、されないってことは海外勢はあまり使ってないのかもな。これは下にいるね。どっちか取らないとな。あれ、落ちちゃった。ちょっとこれは雑な立ち回りになってしまう。A 取れるかな？ A で湧かないでほしいね。いてメッシュ前になった。ちょっとこれ壊しちゃった。アサルトパック壊してポイントをもらいつつ。B 取られてるね。B はかなり開けてるんで。さあ、B 旗取るときスモークかなり使えそうだね。今作スモークがなかったから、よいしょ、旗取るの難しかったんだけど。このスペクターのスモークによって結構旗取るの簡単になりそうだな。ちょっと弾が少ないからどっから拾いたい。ちょっと2階に落ちてるやつ拾いに行こうかね。よいしょ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 。あれ落ちてないかな。落ちてないですね。やばい。18発しかないぞ。ちょっとこの AK もらっとこうか。AK じゃない。KN です。OK。ヘルストーンゲット。いやー、ちょっと。反応が遅れてしまったか。ヘルスト呼んでみましょうか。敵建物の中にいるかな。 OK。トリプルキル。でかい。で、これ上にいるな。そこから顔出してこれな。で、これ味方、スモーク焚いてあげて、カバーカバー。で、B 取って、さあ、スペクター使っていくんだけど、さっきも言ったように、ほんとね、意外とすぐ死んじゃうから、立ち回りね、結構コソコソやらないといけないんですよね。建物の中行こう、建物の中。ローリング。移動はローリングした方がいい。よし。今いたぞ。ふん。もうこれリスキルに行っちゃおうか。ふん。おーいい感じ。これだ、これ。もうどんどん行った方がいいね。ガンガン行った方がいい。あー、これは厳しい。いやー、今みたいにね、開けた場所で立ち会っちゃうと、もう一瞬で死んじゃうから、ほんと意外と慎重になんないといけないんだよね。あそこはちょっと距離が遠いから、こっから2枚来るね。もう1枚いたぞ。大丈夫か？ここね、角に隠れてるね。危ない。ギリギリカットして、B ポにいるやつ倒しておく。で、上これ登っちゃおうか。下にいたね、今。あ、上にもいるな。上のやつやれるかな。やれた！ギリギリ。で、下から来てる。多分こう。やばい。ここ2人いるな。味方かぶってる。ここいるぞ。危ねえ。よく生き残ったね。で、あと B ポにいるやつだ。で、これもう一回上登ろっか。2階にいる。よし。弾はあるね、ギリギリ。で、この辺にいるかな？ OK、いい感じ。さあ、スペシャリストがたまんないか。ここスモーク焚いて。あ、ヘルストーム読んじゃった。間違えた。UAV だと思ってた。あ、よかった。生きてる。スモークの中はちょっと見えないね。これ下通ってきてるかな。お、スナイパーヘリ確保。あ、もうあとちょっとで前半戦終わっちゃうのに呼んでしまったかもしれない。さあ、結構こっちは前線上げれてるんで、やっぱ左右から逃げ込んでるか。OK。いいですね。スペクターはね、とにかく使ってて楽しいね。まあ、強いかどうかは、まあ、人次第かな。結構使い方によると思います。意外とね、そんな、チート並みに、ワンコだこれ。やばい。人じゃねえ。ワンコだった。よし、ワンコから逃げて、そこ倒して、あれは、ちょっと遠いな。ちょっと B 旗入る前に、まず周りを掃除しちゃいましょうかね。まだそこ来るな。倒せなかった。さあ、UAV こちらあるので、まあ、これ入ってきたね、多分。お、強いな、それは。さあ、スペクターがもうちょっとで溜まる。だけど、こっちが今 C 旗取ってて、そうだな。A 旗側、いけるかな。ちょっと A 旗側結構開けてるんでね、あんまスペクターリスキルがね、できそうじゃないんですよね。よいしょ。スモークをやっぱうまく使ってみるか。あ、スモークまだ溜まってなかったぜ。あちゃ。ちょっとこの辺からリスキルしたいぞ。なんか適当に焚いてみて、行ってみよう。追いかけよ、ここ。ケツ取ってるはず。後ろ見ねえだよ。ふん。あれやれた？あ、ダブルキル。今のダブルキルできたんだ。オッケー。で、敵がめちゃくちゃ固まってくるはずなんで、ここも飛び降りちゃおうか。で、1枚やり、で、この先に2枚いる。ローリング。もう1枚やり。いやー、気づかれたか。こんな感じで、気づかれちゃうとな、すぐ殺されちゃう。難しいな、この辺。さあ、B 旗はいい感じに取れてますね。よし、オッケー。あれはちょっと厳しい。なんか裏取りしてきてるね、一人。裏取りマンカット。で、こっちから回ってみよう。よいしょー。角に隠れてるぞ。バレてるぞ。7まだ UAV が最強なんだよな。ちょっとこっちから押してみようか。どんな感じにリスポーンかかるのか。まあ、BO1 のこのリスポーンはさすがに覚えてないんで。これは2階ですね。あ、そっちにいたか。よしよしよし。とりあえずまた UAV。ちょっと今回、装備チャージつければよかったかもね。せっかくだから。ちょっと溜まるのが時間かかってるね。ちょっとそこのここにやつ倒しておきましょう。で、奥で湧いたはず。これまた2階にいるかな。下か、下にいるな。多分1階で生き残ってるやつがいますね、いますね。あ、リスキルできるかな。こう立ち回ってね。OK。で、雲隠れ。はい。隠れる。スモークで隠れる。で、スモーク抜けて、倒していく。そこ出てくる。危なかった。敵もなかなか当ててきたね。で、リスポーン変わったかな。どっちかっていうと敵し、C分けにさせた方がやりやすいな。で、スナイパーヘリ。早く溜まってくれ。メッシュ前も耐えていく。ここで、ヘルストーム。めっちゃ当たる気がする。はいはいはい。そうでもないか。いや、でも3枚抜きいけたね。で、これ下にいるな。敵まだ C 脇なのかな。いや、変な動きしてる。オッケーオッケーオッケー。で、3点取りして、スペクターちゃん溜まってくんないかな。スペクター溜まれ。よし、来た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 。UAV 欲しいね。いや、これ溜まってる。よし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 。そこまだ来そうじゃない？さあ、あとね、試合が終わるまで1回は使いたいよね、スペクター。最翼にいるぞ、大丈夫か？ OK。ちょっと味方に旗を回して、最後のスペクター使いに行きましょうか。おー、やる。さあ、現在70キルでなかなか良い感じ。行くぞ！これ、この赤点。B 旗にいんのか。B 旗はヘルストーンで飛ばしてくれて、おい！ああ！もうむずいんだけど、これ。ダメだ。本当に、本当にうまいこと、狭い場所に追い込むか、狭いはフリクエンシーとかね、フリクエンシーニュークターンはかなり無双できそうですね、簡単に。はい、というわけで、お疲れ様でした。今回は、新しく追加された WMD の BO1 のマップですね、と、スペクターという感じでした。強いけど、使い方はね、ちゃんとうまく使いこなせないと、まあ、能力をね、発揮できないので、まあ、いいバランスじゃないかなとは個人的には思います。はい、というわけで、この動画ね、参考になったらぜひ、グッドボタンね、チャンネル登録、グッドボタン本当はモチベになるので、よろしくお願いします。というわけで、お疲れ様でした。Think with our hearts, stare at the stars. We were never apart. Drinking too young, way too much fun. Out in the sun, open when it's.